超人を潰しにかかる暗黒大魔神ブラジルズール。超人が織りなすヘブンの世界で良いお年を。超人ミノアマン。5分3ラウンド、延長ラウンドはありません。ヒーローズルール、打撃あり寝技あり、そんなルールの中ではありますが、谷川さん、はい、なんと体重差が90キロを超えますが、超人はやる気です。まあ、水沼選手ね、やる気満々なんですけども、体重差、体格差は強さの基準ではない、そう言い切った。その証明、大晦日2007年ダイナマイト、正義の一戦だ。超人が暗黒大魔神に果敢に攻めていきます。コーナーに追い詰められちゃまずいですね。この身長差、はい、体格差です、うん、完全に潰されてはいけません。どのように小回りを効かせてスピーディーに立ち回れるか。ズールを動かすことですね。そうですね、左右に振って一瞬にして仕留めていかなければいけない。左軽いジャブのつもりがもらう超人ミノワンにとっては致命傷。宇野さん、はい、こういった総合格闘技のリング上の激突、どのようにショーが台を制するか。そうですね、やっぱり力では勝てないと思いますので、やっぱそこら辺をこうテクニックとスピードで勝つしかないんでしょうかね。はい、回っているぞミノワマン。右に、おー、右を避けた。メインキャスター井上和香さん、はい、とりあえず回っている超人がどう突破口を切り開いていくか。すごいですね、払う感じのね、手なんですけど、すごい音がしますね、当たるだけでね。しまったら大変なことになりそうです。危ないですね。でもこの超人の目つき、この表情、韓国大魔神をしっかりと捉えているか。ルールも、ね、落ち着いてますよね、自分から行かないですもんね。そうですね、しびれを切らしてしまうのがツール。それでも超人ミノアマン、倒したらこっちの、倒れたらこっちのもんなんですけどね、この肉の壁にミノアマン、どのタイミングで切り込んでいく。表情は相変わらずミノアマン、全く変えません。5分3ラウンド、延長はありません。谷川さん、ただこれ、まあ、この体格的な問題ではありますが、ズールも左右に振られますと徐々にスタミナ消耗するですね。そうですね、でこれもやっぱり本当我慢比べですよね。ブレイク、ブレイク、一旦ブレイク、あまり見られない形での膠着状態といいますか、ここから先の展開にどうつながっていくのか。場内騒然、ダイナマイト、京セラドーム大阪、赤いパンツ、超人ミノアマン、ローキックから攻めるしかないですよね、はい、で何とかして転がしたいところですよね。これね、コーナーに追い詰められるのが一番良くないですよ、圧力を体ごとかけられて、右のローを出していった、出入りが始まった。超人がミノアマン選手もね、やっぱり動いてますけど、攻撃するときは止まらなくちゃいけないですから。そうですよね、そこが難しいですよね。この足腰、河川敷トレーニング、今回はサッカーをやってきた。逃げろ、さあ襲いかけるズール。藤森さん、はい、ズールサイド、最初は追い込んでパンチという指示だったんですが、入ってくるのを待て、ネズミが入ってきたら打ち込んでやれという指示です。なるほど、さあズールは超人ミノワマンのことをネズミ、これはわし、軽くひねってやると話をしました。その超人ネズミと言われたミノワマンが、来年はネズミ年ですと軽く受け流しました。拳が、拳が襲いかける。ミノワマン、危ない危ない、ミノワマン表情を一つ変えません。これ掴まれたら怖いですね。一発で全てが変わってしまう暗黒大魔神の拳。宇野さん、はい、超人ですが軽いランニング状態が続いています。これも体力消耗につながると思うんですが。そうですね、まあ、これがミノワマンの練習の成果というか特訓の成果かもしれないですけど、まあ、選手としてはやっぱりこんだけ大きいと入るのはなかなか難しいですね。そうですね、怖いですよ、やっぱりスタミナはね。だけどミノワマン選手ものすごいあるって言ってましたね。そうですね、
どこからこの流れ、どうだ超人、さあここでチャンスですけどね、あー逃げ出しかったですね、あー打たれた、上から危ない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 壁が超人に襲いかかる、うまく今切り返したんですけど、切り返したんですけど、切り返してこれ抜けられるとねチャンスなんですけどね、腕を狙っている、寝技も得意なズール、まだ抜けられない、右の拳、超人ピンチ、超人ピンチ、バックホールターンズール、根性ですか、手を投げ、それでも上から肉で潰していくズール、何が起こるかわからないダイナマイトのリングで超人は表情を変えない、抜けたいね、ここがこうしつこいズール、さあすでに第1ラウンド残り時間5分が終わりました、超人の偉大な挑戦、ふーっと一息ついたミノアマン、超人の挑戦、第2ラウンドに入ります。勝負としてこの体重差、はい、この組み合わせ超越してる部分もあります。そうですね、まあ、本当はあの成立しないカードなんですけどね、その中でもミノーマン選手はやっぱり体重差関係ないっつって、チャレンジしたいということなんですけども、いやこれよく投げましたね、この状態で見事に90キロ以上の体重、井上若さん、はい、背負って投げました、びっくりしましたし、会場のお客様が全員が沸きましたね、一瞬ね、まさにこれがこれ柔道だったら一本とかじゃないですか、ね、綺麗に投げましたよ、綺麗に入りました、その一本強いヘブンの瞬間が訪れました。さあミノアマン呼吸を整えて第2ラウンド、暗黒大魔神に挑みます。ラウンド2、はい、第2ラウンドの5分間、ミノアマン第6話新人類の巻は第1ラウンド上からかぶされまして苦しい状況の中、なんとか立ち上がってこの巨体90キロ差という体重、ズールをなんと一本背負いしました。何それ、ローキックですよ。だけど同じように第1ラウンドとこの第2ラウンド、足を使って左のインロー、赤いパンツ超人ミノアマン、暗黒大魔神巨体を揺らしてブラジルズール、距離をとじーっと相手の顔を伺う、フェイントを仕掛け、気が抜けないですよね、中に入っていくのか、詰められたらね、ミノワン選手がいいのはこれ、ね、コーナーを背負ってないところがいいんですよね、なるほど、常にリングの真ん中を中心として、ロープを背にした方がいいですよね、コーナーに追い詰められちゃうと、これも大変なんですけど、逃れられなくなりますね、だからズーラ逆にコーナーに持っていきたいところなんですよね、はい、今回は超人ミノワン、メキシコに渡り、およそ2週間、修行を積んできました。技術のレベルアップもした、さらに理想のリアルプロレスラー像が頭に描かれた、一歩近づいたと話をしました。その効果が生きるか、ああ右の拳だ、藤森さん、はい、こちらミノアマンサイドなんですが、どうやらこれは作戦みたいですね、作戦、当ててからすぐに逃げろ、このままでいいという指示が飛んでいます。これは超人ペースか、またしても捕まった、投げられた、上からかぶさっていくズール、またしてもこの体勢、ここから抜けれればいいんですけどね、ミノアマン91キロ、ズール185キロ、その差は倍、こうなったら断然不利なんで、そうですね、もう上に乗られただけ で、ね、上に乗られただけで腕を伸ばしにかかります。アームロックやチョークスリーパー、ズール決めに行くか、腕を取るか、なんとか体を巻きつけて四つん這いで逃れようとしますが、体勢有利はズール、そして立ち上がってミノーマン、どうする、おお、うまく立ち上がりましたね、拳を一つ放ちましたが、この体勢に戻りました、スタンドの状態、また足を動かす超人、パンチを避けた、カウンターを狙っているのか、奇跡は起きるか、超人ミノーマン右のロー、ああ捕まった、もう一度上から潰しにかかる、かわせるといいんですけどね、左の拳を振り下ろす、
苦しそうな表情に徐々に変わってきたが、宇野さん、それでもズールもちょっとまだ攻めあぐねてると言いますか。そうですね、あと一歩踏み込めていませんね、はい、意外とでもあとズールが寝技をできるというか、はい、うまいですね。あ、危ない危ない。さあ後ろを取った、バック完全取られました。スリーパーを得意としているライオンを殺す技と暗黒大魔神はかかりました。さあそのチョークが超人の首を、あ、これ左腰、もう一度決めにかかる。あ、どうだ、まあ、アイリスは決めらない、不完全ですかね、こらえる身を守り、おー、よく外した、こらえている。井上若さん、ピンチが続く超人です。頑張ってほしい、井上マン。今度は横向き、スルッと抜けて、ズール寝技はね、形になるうまいですよね。すげ絡みから、ね、あのコンビネーションっていうんですかね、コンビネーション使ってますよ ね、 ですね。意外と大きい選手なかなかできないんですけど、そうですね、はい、ただかぶさってパウンドだけではありません。バックを取って、これ抜けてほしい。もう一度首に巻きつけようとしているのか、倒した。じわりじわりと両輪にかかっている長打が、ミノアマン危うし。第6話新人類の巻は敗北となってしまうのか。抜けたい抜けたい、逆転勝利はあるか、劣勢だ。超人頑張れ、右を下ろす。いやよく耐えてますけどね、苦しい中で変身から1年、ミノアマン抜けてほしい。いやー、ズールは本当コンビネーション使ってますからね。中央へと移動してきました。しっかりと体を密着していますね。もう一度バックマウントを取ろうというところか。ここで殴られてちょっと厳しいですね、コスロさん。これが効くんですよね、はい、このコツコツとしたパンチが、まあ、ましてこの体重差違いますから、ね、一発一発が、立ち上がれるか、左後ろから右の拳、顔を歪めた。超人ミノアマン、ゴングが鳴った。第2ラウンドが終わった。さあ超人ミノアマン、苦しい展開が続く、奇跡を起こせるか。第3ラウンドです。顔面を真っ赤にして滴り落ちるこの汗が激闘を物語っています。超人ミノアマンと暗黒大魔神ズールがこのフィールズ K1 プレミアム2007ダイナマイトのリングで激突。掴んでは投げ、体を密着させて、ねちっこく力強く襲いかかるズールです。谷川さん、それでもこのミノアマンに会場全体がまだ何か期待をしている、そうですね、逆転を信じてますね。なんとかね、あの寝技の攻防の中で一瞬の隙を抜いてね、いい形になれればいいんですけどね、その瞬間を信じて。さあ大晦日ミノアマン、緊張はありません。ファイナルラウンドです。その視線の先に自身が掲げる理想郷、ヘブンは見えているか。ミノアマン残り5分、超人先に出られるか、見え、超人右の無事パンチありましたよ、右のややオーバーフック意味、そのオーバーフックでようやく顔面に届くというこの体格差です。左を伸ばしたズール、ちょっとミノワマンは今回は打ち合おうという気もありますね、はい、組んで覆いかぶされる前に打っていこう、左のジャブが強烈なストレート、イエットコーナーをショットしまった。ううね、ショットシャウトきついですね。これ早く抜けたい。体を入れ替えたい。下がりながらもパンチを出してミノアマン。宇野さん、はい、しかしこれズールも少し体力消耗しますね。そうですね、さっきの寝技でちょっと疲れてるかもしれないですね。攻め続けて攻めあぐねるのも体力消耗になる。はい、藤森さん、はい、青コーナーズールサイド、そうです、かなり疲れていますね、汗もかいていました、コーナーに追い込め、ミノアマンの動きは決まってるからそれを読みながら動けと、そして後ろに入ったらチョークを狙えという指示です。先ほどもそのチョークスリーパー再三ピンチを逃れてきたミノアマン、足を掴んでテイクダウン、グラウンド、そしてまた上、暗黒大魔神、下超人ズール、ミノアマンです。これもきついな、ちょんちょんちょんのこのパンチが
ミノワマン選手確かなダメージになる右が当たった。よくディフェンスしてるんですけどね、ちょっとミノワマン疲れてきたな。苦しいです。これはちょっとよく見ないと危ないですね。超人横向いて危ないか。どうだ、まだいけるか。超人頑張れミノワマン。奇跡をミノワマン帯とか立ち上がれるか。ミノワマンの挑戦。あと落ちた、まだ大丈夫。悲鳴が上がる大阪ドーム。さあ立ち上がれ。ズールも疲れている、苦しい超人、カジバのクソ力で何とかしてくれ。残り3分、さあ残り3分、奇跡を信じる、この大阪でこのパンチが危ない、下ろしていく、側頭部、そして正面から、立ち上がれるか、ゴングが鳴った、ゴングが鳴った、試合が終わってしまった、止められた。なんとなんとセコンドからタオルが投入された。超人ミノワマンの挑戦、2007年オールドか、夢はついえました。3ラウンドタオルが投げ込まれました。2分13秒テクニカルノックアウト勝ちを収めました。暗黒大魔神ズールの勝利です。肉体と肉体、限界を超越した両者の激突。谷川さん、はい、ミノワマン敗れましたが最後までらしさは出そうと戦いました。そうですね、ギブアップももちろんしてないですし、最後までチャンスを伺おうとしたんですけどね、ズールが意外と本当にやっぱ上手かったっていうのが勝因でしょうね。そうですね、再三にわたり体を密着させてこの展開に持っていきました。メインキャスター井上和香さん、はい、ダイナマイトらしい戦いを見せてくれましたが、ミノワマン残念でした。残念でしたね。でもさすがにさすがズール選手という感じなので、はい、はい、でもミノワマン選手のこの会場を一体感にさせるやっぱすごい選手だなというのは伝わりました。そうですね、はい、まさにダイナマイトの瞬間をこのリング上で展開したミノワマンとズールの激突。暗黒大魔神ブラジルのズール。